始まるよ。準備はいいかな？はい、それでは、続きまして139ページの標準問題をについて、ここで1番についてですね、解説を加えることにいたします。でこの139ページの標準問題1番ですね、これ1番2番、これいずれも、多数当事者の債権関係について136ページから138ページまでのここで学習したこの内容のうちでも、とりわけ136ページと137ページに関しての、理解を伴っております。で覚えてるでしょうか、多数当事者の債権関係は、債権者が多数いるわけですね。多数当事者間の債務関係というのは債務者が多数いるという。まあもちろんこれ、債権者が多数いて債務者が多数いるという、こういう場合ももちろんいるわけですよ。で、この時に、どう考えていくのかというと、分割債権や分割債務といった、この分割主義というのを民法は原則にしているんだということです。で、これの特則として、不可分債権、不可分債務関係や、連帯債権、あるいは連帯債務関係というのがあるのだということです。でここでは、139ページの1番、2番では、1番の方は、連帯、ごめんなさい、多数当事者の債権関係について、一人に生じた自由が、他の者に対して影響を及ぼすのかどうかということですね。2番の方は多数当事者の債務関係で一人に生じた自由が他の債務者にも影響を与えるのかという問題でございます。でここで1番について解説をするわけですね。はい、見てみましょう。139ページの標準問題1番です。以下のそれぞれの問題について結論を述べた上でそれに至る理由を簡潔に述べなさいと。でなお多数当事者の債権債務か、債務社間での持ち分は平等であるものとし、理由の明示にあたっては適用条文並びに条文間の、順用関係に注意して説明することということで、だから結論を言ってから理由を述べないといけないわけですね。まず1番見てみましょう。債権者 XYZ の3名が債務者 A に対して600万円の金銭債権を有していると。で X から A に対する600万円の支払い請求に対して A は XYZ3 名が、共同して権利行使しなければならないと反論したと。この反論は適切であると言えるかと。で、公債権が分割債権、不可分債権、連帯債権である場合のそれぞれについて答えなさいという問題です。ということで、私ちょっと図の方を書いてみました。こういうことですね。1番の場合は債権者が XYZ といて債務者 A だと。でこの3人の債権者 XYZ の3人が A に対して600万円のこの公債権というのを持っていると。で前提となりますのは、持ち分平等だということですね。で考えていってくださいと。でまず1番目の分割債権だった場合、はい、分割債権だった場合に、はい、A が、ごめんなさい、 X が、A に対して600万円、請求したと。こういう場合ですね。これどのように考えていけばいいのかということで、ちょっと適用条文見ていきましょうね。まず条文ですけれども、はい、これ、分割債権の場合ですと、427条、これが原則、相続の規定ですから原則になるわけですね。数人の債権者または債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは各債権者または各債務者はそれぞれ等しい割合で権利を有しまたは義務を負うということでございます。従いまして、この分割債権であった場合は XYZ それぞれが等しい割合で権利を有する。つまり X から A に対する200万円の債権、 Y から A に対する200万円の債権、そして Z から A に対する200万円の債権があるんだと。このように考えていけばいいわけですね。したがって X から A に対しては200万円の債権しかないと考えればいいわけですから、これに対して X が A に600万円払えと言っても、この請求は A から U、この XYZ を3人で権利行使しないといけないでしょうと。600万円払えというんだったらね、あなたには200万円しか払わなくていいでしょうというこの反論は、これはまあ適切であると言えると。だから結論丸1の場合はこれ適切であると言えるということになろうかと思います。でそれの理由としては427条ですね。427条の規定を挙げた上で、その上で各自それぞれ200万円の債権を有するにとどまるからと、このように、書いていけばいいかなと思います。次、丸2ですね。不可分債権。じゃあ、これが不可分債権だったらどうなるのかということですね。じゃあ、不可分債権の定義を見てみようということで、428条ですか、次。時間の規定は、
これですね、債権の目的やその性質上不可分である場合において数人の債権者があるときについて準用すると、これいうわけですね。まあ金銭債権だから、これ600万円の金銭債権、過分債権だから、だから不可分債権になることないじゃないかというツッコミは、まあ、ちょっと置いといてください、すいません。で、その時に、数人の債権者がある時について準用するということですから、これどういうものかと言いますと、もう一回念のためですね、連帯不可分債権、これ要するにあれですね、連帯債権と同じように考えていけばいいのか。だから432条ちょっと見とこうか。債権の目的はその性質を過分である場合によって、法令の規定または当事者の意思表示によって数人が連帯して債権をするときは以下ですね。各債権者すべての債権者のために全部または一部の履行を請求することができ、債務者すべての債権者のために各債権者に対して履行を請求することができるということですから、したがって、これ各債権者 XYZ 誰でもいいわけですね。誰でもいいし、2人でもいいし、3人でもいいし、A に対して全部または一部ですから、1円請求しようが600万全額請求しようがいいわけですね。したがって X が A に対して600万全額払えと言って、 A がいやいや、これ3人で権利行使しないといかんでしょうと言っても、その反論は適切ではないということになりそうです。つまり ② の不可分債権の場合の答え方としては、結論的にはこれ、なんだ Y の、ごめんなさい、 A ですか、A の反論は適切とは言えないという答え方。聞き方ね、反論は適切であると言えるかというわけですから、結論は言えるか言えないかどっちかです。なので言えないと、反論は適切であると、A の反論は適切であると言えないと結論言うのが、まあ、素直かなと思います。で、その上でじゃあどう答えるのかというと、規定としては、628条が準用する632条ですね。428条が準用する432条によれば、不可分債権の効力としては、各債権者すべての債権者のために全部また一部の履行を請求することができ、債務者すべての債権者のために各債権者で履行を請求することができるというだけですから、その理由を挙げていけば、だから注意をしてほしいのはね、条文の適用関係ちゃんとしてくださいって言ってるから、428条が準用と法律効果を持ってくることでしょ。準用する432条の規定によりという書き方をする方がより適切かと思います。そうすると3番の前ですね、3番の前、連帯債権の場合はもう432条がそのまま適用されるわけですね。なのでもう答えわかりますね。2と3は結論同じになります。つまり、A のこの反論ですねは、適切と言えないわけですね。適切とは言えないときに、2番の場合だったら428条が準用する432条の規定によってということになるでしょう。これに対して、3番の場合だったら432条で連帯債権そのまま規定を置いてますので、単に432条を、上げればそれで済むわけ。432条を上げることによって説明すればよくって、3の理由の部分で428条を上げるのはこれはおかしいわけですね。不可分債権の場合ですよ。不可分債権、2の不可分債権の場合にはくどいですけど、428条が準用する432条という上げ方をしないといけないということになろうかと思います。はい、そういうことですね。これが、1番の方でございます。はい、それでは次2番見てみましょう。はい、債権者 X が債務者 ABC に対して600万円の金銭債権、これは乙債権だと、これを有していると。これは右に図書いてますね。はい、この場合、X から A に対する600万円の支払い請求に任用されるかということで、乙債権が分割債務、不可分債務、連帯債務である場合のそれぞれについて答えなさい。あ、そういうことですか。失礼しました。さっきあれじゃない、1番と2番で、これ、1番の方が多数当事者の債権関係で、2番の方が多数当事者の債務関係って言いましたけど、必ずしもそうじゃないですね。はい、ということで、今度は多数当事者の債務関係だということですね。で、1、2、3、同じく分割債権、分割債務、不可分債務、連帯債務と順序で言っているわけです。はい、そうすると、1はもういいですね。1は分割債務427条、もう、各債権者または債務者、それぞれ等しい割合で権利を有し、または義務を負うというだけですから、したがって、この600万円の支払い請求任用されるかと、X から A に対して600万円の金銭支払い請求任用されるか、分割主義で X から X は A に対しては200万円しか請求できないと、これが1の理由になるわけですね。
だから支払い制限任用されないと、600万円無理だと、200万円とどまると。でその理由としては427条ですか、さっき言ったこの427条の規定を挙げながら説明すればそれで構わないということになるわけです。それでは不可分債務と連帯債務の場合どうなるのかというと、次は430条不可分債務ですね。第4巻の規定は債務の目的やその性質上不可分である場合において数人の債務者があるときについて順用するということで、これもさっきと同じですね。性質上不可分だから、このような金銭債権の場合、不可分債務ということはありえないじゃないかというツッコミが入ると思いますが、もうそれその通りです。ちょっともうここでは言わないでください、すいません、ごめんなさいという話で。はい、そうすると、第4巻の規定ですから、436条以下ですね。はい、436条を見ると、債務の目的やその性質上過分である場合において、法令の規定または当事者の意思表示によって、数人が連帯して債務を負担するときは、債権者はその連帯債務者の一人に対して、または同時に、もしくは順次に、すべての連帯債務者に対し、全部または一部の履行を請求することができるというものです。したがって、分割債、不可分債務や連帯債務の場合でしたら、これ、全額請求できるわけですね。で、不可分債務の場合は、先ほどの方にですね、条文の適用関係としては、430条が順用する、436条によりということになると思いますし、丸三番の連帯債務の場合だったら、単に436条の規定を挙げることによって、これ全額請求できるのだということを述べていけば、それで結構かと思います。ちょっと複雑ですが、次の標準問題2番の方がですね、より複雑になりますので、こんがらがらないように条文をゆっくり読んでですね、確認するようにしてください。